はいどうもこんにちは、やすにです。今日はですね、朝から牡蠣の直売所に行きまして、牡蠣をですね5キロほど購入してきました。この中ね全部牡蠣なんですよ。じゃーん、牡蠣。今日はこれをね炭火で焼いて食べたりとか、あとシチューの中にちょっと入れてね食べたりとかしようかなと思います。でこの服見てください。これワークマンで最近こう流行りのジップ付きのなんか焚き火とかに強い服です。多分下にねテロップが出てると思うんですけども、その商品です。なので今日はその人気の服を着ながら牡蠣三昧ということでやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。ではではちょっと焼いていきましょうか。炭の準備もできたので、いいっすね。適当にねポンって置いちゃって、これもポンって置いちゃってね、牡蠣ね焼いてるとバンって弾けるからね、ちょっと気をつけないといけないけど、これが絶対美味しいですよ。これよし、じゃあこれでちょっと放置だね。まあその間に米炊いたりとかシチュー温めたりとかしたいと思います。じゃあ焼いてる間にですね、ちょっとテントのご説明をしますね。これがテント、 DOD のワンタッチテントに LED のランタン引っ掛けて、椅子はアルパインデザインのスポーツオーソリティのメーカーのやつです。で下に緑のグリーンシート引いてます。もうそれぐらいで、あそうそう、テントの中にはこのワンタッチテントにぴったりのキャプテンスタックのね幅が広い方のマットみたいなやつを引いております。まあ商品の URL は下の説明文に貼り付けておくので、気になる方はチェックしてみてくださいと言いつつ、カメラを下に向けるともう口が開いてるんですよ。もうできてるんじゃないか説ですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいんじゃない、もうでこれできてるんじゃない。これとかももうほらできてる疑惑あるよ。あちちあちち、軽くちょっと反対目も焼いておきましょう。これ絶対美味しいよね。ちょっといただいてみましょうか。もういいでしょ多分。 OKOK、 焼けてる焼けてる、十分十分。ではではいきます、せーの、じゃーん。うわー、うまさーっす。こんな贅沢をしていいのでしょうか。いただきます。あーちょっと生や、美味しい。うわーこれは大きいぞ。次これ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 、でも少しだけ焼こう。もう一個食べたから一緒だと思うんだけど、うわーこれはいいですよ。まあ、母さんと丸米くんはね今どっか散歩に行ってるんですよね。おーいって呼んだんだけど全然返事がなくて、どこ行ってんだろう。あグツグツ言っちゃってる言っちゃってる。うわこれいけるよいける。いただきます。うん、あー完全に美味しいやつです。牡蠣めっちゃ好きなんですよ実は。最高、もう最高の極みですね。意外と何もつけずに食べるっていうのが個人的に好きで、本来の旨味をそのままいただくみたいな、そういうのが好きです。いただきます。ここに入った牡蠣のエキスとかも、あうめえ、これはたまらんですね。やばい、これをさシチューの中に入れて食べた時よ、完全にもういっちゃいそうになりますね多分ね。頭ぶっ飛びそうになります。じゃあとりあえず今焼いてるやつの最後いただきます。もう言葉にならんねこれ、完全にやばい。うまいとかやばいぐらいしか言ってないけど、ほんとやばいっすね。牡蠣嫌いな人はね、なんであんなの美味しいのって多分思われるかもしれないんですけど、好きな人めちゃくちゃ好きなんですよ本当に。ベリーグース、ちょっと母さんにも食べさせてみましょうか。めっちゃ美味しかったよ牡蠣。何個食べた。何個か4つ。4つも食べた。うん、じゃあ私も4ついただきましょう。まだまだあるから楽しみでしょう。うん、でもあの場所をお見せしたかったぐらいテンション上がるとこだったよね。そうやね、牡蠣山盛りでさ、うん、黙々と作業する、うん、おじさんおばさん、はい、もうなんとも不愛想でねなんかさ、もうこう漁場な、なんて言ったら港って感じがしたよね。そうやね、うん、そろそろいい感じかな。一つ食べますか。じゃあはい、よし、わあありえない。うわーっしゃあ、プルプルじゃん。プルプルやね。うわあ、ちゃ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 。はい、どうぞ。はい、いただきます。はい、どうですか。やばい、海海、うん、口の中が海になりましたか。あやばい、うまい。あらららららら、大変なことですね。やっぱ新鮮だとさ、うん、貝柱の離れもいいのかな。あ、そうかもしれない。スルッといくね。うん、そうやね。どんどん開けていきましょうか。お願いします。はい、いきます。じゃん、うわでかい。うわうまいぞこれも。あちちちちちち、小粒さんって書いてたのに大きいね。はい、どうぞ。ありがとう、はい、いただきます。どう、うまい以外ね、うん、ないよね。そうよね、わかるわ。でもそれは最高オブ最高みたいな
おぶっちゃう最高、うん、もう最高やばいな。語彙がなさすぎて申し訳ないけど、うん、うまい。どんどんやっていきましょう。パラダイスやん。パラダイスです。うまい。そうなんです、パラダイスなんです。まだまだあるからね、どんどん食べちゃってくださいね。じゃあ第3弾焼いていきましょう。何段まであるだろう。結構あるよ。いや、こんな贅沢ある？いやね、よっぽどのことないとないよね。うん、週1でしょ、週1 週1ってやついや、あの海の、はい、海じゃないよ、牡蠣の期間中、はい、そうやね、もう週1開催やりたいね、うんうん、しかも今日はね、実は天気がいいってわけではなくて、だいぶ小雨みたいな感じで曇りなんですよね。曇り小雨ぐらいの間で、一応ね、いろんなこう橋の下をね見て回っていったんですけど、やっぱりいつもの川勝してるところの橋の下が一番ベストだっていうことになりまして、やっぱ綺麗だよね、ここ広いし。そうやね。あ、そうそう、広いんだよね、あの幅が。なんで2回目いや、今気づいたんだ、うん、あ、なんでここ快適なのかなと思ったら、うん、広いんだね。広いね、うん。お値段言った？あ、そうそう、お値段は5キロで2500円ですね。え、これすっごい得だよね。まあ普通にスーパーとかで買うよりは直売所で買ってる分ね、やっぱ安いし新鮮だし、まあいいのはいいですよね。うわ、うまそう。いいね。これを全部この中で温めます。あ、いいね。この汁さえもうまい、うん、これですよ。これはもう相当いいでしょう。いただきます。うん、あー、おいしい。うなるよね。うなる。どうぞ食べちゃってください。 ありがとう。ちょっと美味しすぎるので無言で食べてしまいますね。じゃん。次はですね、こちらシチューをですね温めます。いろいろね、食材を持ってくると大変になっちゃうんで、こうやってね、手抜きできるとこはもう手抜きしてしまって、トッピングみたいな感じで牡蠣を入れて牡蠣シチューにしてね食べようかなと思っております。贅沢。贅沢ですよ、完全に。よし、そろそろですね、シチューも温まったし米も出来上がったみたいなんで食べましょうかね。おー、あちちちち。それでは開けます。せーの、じゃーん。わお、わお、いいね、いいね。米がちょっと風の影響でちょっと失敗してるっぽい。ちょっとメスティンでなんとかやってみましょう。よっしゃ。米にね、結構芯が残ってたんですけど、もう一回プラスで火かけて大丈夫かな、ちゃんとできるかな、ここから気になって仕方ない米が。はい、ということで意外とですね、二度炊きしても良さそうな感じなんで、ちょっとね、さっき味見してみたんですけど意外と良さそうでした。どうぞと。はい、ではシチューを入れてあげてください。はい、どうぞ。マルコ飯、あなたの分です。よし、米も意外とね、いい感じになってますね。大丈夫大丈夫。ありがとう。うん、そしたらルーをこの中にドドドドドドと入れます。大丈夫。もうシチューライスはやっぱ定番ですからね。ここに牡蠣をね、たっぷりと入れます。具だけ入れます。うわー、やばいやばいやばい。ほら、見て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 、うわ。ではいただきたいと思います。絶対美味しいやつやん。牡蠣とシチューとご飯のこの組み合わせ、いただきます。お、うん、最高。うん、まやば、うん、まマジで。どうぞ食べてみてくれ、本当に。ほんならいただきます。はい、言葉はいらないらしいです。言葉いらないらしいですね。もう本当美味しいですよ。シチューなんだけど牡蠣の塩っぽさっていうのも一緒に入ってて、すごい美味しい。美味しい、うん、美味しい、美味しい、美味しい。あー、美味しい、本当美味しい。合うな。なんだろう、このシチューと牡蠣のこの絶妙なマッチング、最高です。本当に言うことないね。言うことない。じゃあちょっとゆっくり食べていきます。ひとまずごちそうさまでございました。ということで、全然紹介できてなかったんですけど、ワークマンのこの焚き木に強いこういうやつです。これいいよね。結構お母さんもね、色違いで買ったんですけど、このなんかキャンプしそうな感じのカラーリングとか、あの普通に単色とかも売ってるんで、ぜひチェックしてみてください。めっちゃ安いです。しかも2000円ぐらいです。はい、じゃあお次はですね、母さんがクラムチャウダーをね食べるということで温めてるんですけど、この中実はね牡蠣入れてるんですよ。うわー、これは絶対美味しいやつやで。やばいよね。やばいやばいやばい。いただきます。はい、どうぞ。うわ、うまそう。食べないと。お、はあ、どう、牡蠣の味する？クラムチャウダーだね。でもすっごく濃い、うん、濃い、うん、牡蠣いっちゃってください。じゃあいただきます。はい、
何これ未知の未知のチャウダー、うん、出会っちゃった。ご飯をね食べ終わった後はちょっとテントでね遊ぼうか。丸亀くん泊まったりはしないんですけど、ちょっとこうやってねテント広げてるだけでも休憩所としてねちょっと横になったりできるんで、こういうちっちゃいテントはねあっていいのかなというふうに思います。またですね美味しい食材を見つけてまたこうやって河原でねバーベキュー的なことをやったりとかいろんな料理とか作って皆さんにお届けできればなと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではさよなら、バイバーイ。